プロゴルファーの奥山です。今日はトップからハンドファーストでインパクトを迎えた場合、トップからヘッドをリリースしてインパクトを迎えた場合、この2つについてダイナミックロフトを検証してみたいと思います。8番アイアン打ちます。8番アイアンをヘッドをリリースして打ちます。ハンドファーストでインパクトを迎えた場合はしっかりロフトが立ち強い球になります。ヘッドをリリースして打った場合はインパクトの時にロフトが寝てしまい球が高くなります。ピンが近い時はヘッドをリリースして打つ場合もありますが、アゲンストや風の強い時はヘッドをリリースしては球が吹けてしまいます。普段はしっかりハンドファーストでインパクトを迎えて強い球を打ちましょう。練習場で自分がハンドファーストなのかヘッドがリリースしているのかを試してみてください。